ことを荒立てたくないと思っても、きっかけを作ったのはあなたたちですから。皆様、いつもありがとうございます。日出ずる国 TV のお時間です。今回のお題は、和解したくてもさせてもらえないについてです。先日の中国総領事館閉鎖に対抗して、アメリカ総領事館も実際に閉鎖させた中国ですが、そんな中非常に気になる動きがありました。まずはその内容からご覧くださいませ。在外交換をめぐる米中の対立が激化しています。中国四川省の成都では25日、中国政府が閉鎖を命じたアメリカ総領事館から職員らの退去が始まりました。成都のアメリカ総領事館では25日、中国政府の要求に応じて退去が始まりました。総領事館前には大勢の見物人が集まり、市民からもアメリカとの対立を心配する声は聞かれませんでした。市民、中国は強い国だからアメリカに必ず反撃できる。一方で現場では反米のスローガンを掲げようとした男がすぐに排除されるなど、中国当局は反米ムードの高まりを警戒しています。新型コロナウイルスの影響が長期化する中で、中国政府内には対立を避けるべきとの声もありますが、アメリカとの緊張緩和に向かう道筋は見えていませんとの内容です。この中で気になるのが、反米のスローガンを掲げようとした男を排除したということですね。実際に映像でも見たんですが、ここまでの強硬策の応酬になっているので、中国としては普通なら反米ムードが高まるのは当たり前のような気もしますが、それでもギリギリのところで落としどころを探ってるんでしょうか。逆に米国としては落としどころなんて関係なく徹底的に潰そうとしているのは誰の目から見ても明らかです。また中国は日本に対してもあまり必要以上の刺激を抑えようとしているような内容も合わせてご覧くださいませ。中国では各メディアが23日頃から次々に抗日戦争の歴史を歪曲したり、過度に娯楽化したテレビドラマの放送が禁止されたと紹介する記事を発表した。中国ではこれまでにも史実をねじ曲げたドラマが横行しているとの批判があった。中国メディアが情報の根拠としたのは、国家公派電子総局が2020年7月16日付で発表した公戦75周年を記念するテレビドラマの放送手配を行うための通知だ。公戦とは一般に1945年まで続いた日中戦争を指す。日本では8月15日が終戦の日とみなされているが、中国では9月3日が勝利記念日とされ、各種の催しが開催される。国家公派電子総局の通知は、勝利記念日などに放送する番組について、思想上の内容や政治的意義、さらに習近平政権が今年中に完了すると表明している貧困の撲滅を題材とする番組との連携も考慮するよう求めるなど、多岐にわたった内容だ。しかし中国メディアが22日頃から盛んに発表した記事は、通達中のごく一部である、常識や社会通念に反する歴史を勝手に解釈したドラマ化、公戦を過度に娯楽化したテレビドラマの放送を禁じる部分に焦点を当てたとの内容です。このような無茶苦茶な抗日ドラマをなくそうとする動きは、2018年10月の安倍総理が中国に訪問する前にも起こっており、その背景には2017年1月にトランプ氏が米国の大統領に就任してから、その後の米国による対中政策を警戒した中国が経済的孤立などを懸念した結果、隣国の経済大国である日本に対しては毎年やっていた対日交戦の記念日なども日本を刺激する内容は控えるようにした経緯があります。その反面、尖閣諸島は刺激しまくってるのに、なんだか矛盾してますよね。片やお隣ではこんな感じで、
少女像に謝罪する安倍総理の銅像を作って喜んでるぐらいですから、今噂のある優遇ビザもそのまま撤廃でいいんじゃないでしょうか。いずれにせよ中国としては予想を超えた米国の強硬策の応酬にかろうじてメンツで対抗していますが、どこかで丸く抑えようにも完全に屈服するしか手がなくなってきているのが現状でしょうね。さて今回は今後の対応に苦慮する中国の様子がうかがえる内容でしたが、いかがだったでしょうか。今後のチャンネル運営のためにもぜひともチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。以上、今更事の重大さに気づいても世界は許してくれませんからね。